製品ライフサイクルのマイルストーン、一般提供、サポート終了の発表、最終注文日、およびサポート終了保守終了製品。サポート終了製品は、製品ライフサイクルが終了した製品であり、製品が、対応年数が終了したことを示す。ベンダーによっては、エンドオブ、サポートプロダクト、EOS という単語を使うこともある。この段階で、ベンダーは、 製品のマーケティング、販売、部品提供、製品へのサービスソフトウェア更新を停止する。製品販売のみに特化した場合に、販売終了という言葉を使うことがある。最終製造日以降のタイムラインは製品によって異なり、顧客の観点から予想される、製品寿命とも関連している。書籍や工業製品等の場合は、絶版と呼ばれる。CD、レコード、 DVD 等の場合は、廃盤と呼ばれる。保守終了までの製品サポートは、製品によって異なる。生産終了50年の予想寿命を持つハードウェアの場合、スペアパーツ、テクニカルサポートやサービスが提供される。大量生産を行っていた工場は、量産終了時に通常は閉鎖されるため、以後のスペアパーツの製造は生産コストが上がる。そのため、 スペアパーツの寿命は価格に依存する。メーカーは利益が出ない場合でも部品やサービスを提供し続け顧客に誠意を示し耐久性があるとの評判を維持することがある。製品によっては最低対応年数が法律で義務付けられている場合がある。メーカーによっては顧客に新しい製品へのアップグレードを強制するために製品保守を中止する場合がある。 コンピュータ業界ではソフトウェアやハードウェア製品の製造、サポート、購入するにあたりサポート終了の概念は特に重要である。例としてマイクロソフトは2006年6月30日に Windows98 をサポート終了とした。それ以降に Windows 向けに販売開始されたソフトウェアは Windows98 では機能しない場合がある。そのため マイクロソフトオフィス2007は Windows 目または以前のバージョンの Windows にはインストールできなくなった。ベンダーによってはサポート終了とサービス終了のタイミングが異なる場合がある。サービス終了とはシステムやソフトウェアのベンダーがメンテナンス、トラブルシューティングまたはその他のサポートを提供しなくなるということである。元の開発者が サービス終了をしたソフトウェアはアバンダンウェアとも呼ばれる。ソフトウェアベンダーはサービス提供やアップグレードを継続するためにサポート終了、販売終了、サービス終了時にソフトウェアをユーザーコミュニティに引き渡すこともある。有名な例はウェブブラウザのネットスケープコミュニケーターで1998年にネットスケープコミュニケーションズの下で オープンソースライセンスとして公開リリースされた。また、2000年10月にオフィススイートのスターロフィスが3マイクロシステムズの下で openoffice.org としてリリースされることもあった。ソフトウェアコミュニティは元の開発者の承認がなくても公式サポートの終了時にサポートを継続する場合がある。そのような開発は非公式パッチと呼ばれ、 Windows 98や多くの PC ゲームに存在する。ありがとうございます。